はい、どうもジンさんです。今回はメダリオンの原理およびイチゴが挽回を奪われなかった理由が解禁された公式 Q&A で判明したので、これらを皆様に共有していこうと思います。現在絶賛放映中の千年決戦編アニメ、この前の16話では浦原喜助の手によってついに挽回脱落の阻止を可能としました。奪われた挽回が死神たちの手に戻ってきて、ここからが本番だぞってところなんですが、そもそもメダリオンって何？簡単に挽回奪えて強すぎるやん。てか、なんでイチゴの挽回は奪われなかったの？という説明は原作でされておらず、おそらくアニメ見ている感じも補完はないのかなって思うんです。そこで今回は解禁された公式 Q&A を共有することで皆様の疑念を払拭しようではないかという魂胆です。なんとなくこうなんだろうなと皆様の中で考えがあるかもしれませんが、その答えが分かるだけでも非常に面白いと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ早速やっていきましょう。というわけで早速ですが、まずは解禁された公式 Q&A から見てまいりましょう。質問、メダリオンと陛下の使ったザンクトアルタールは酷似していましたが、ザンクトアルタールを応用したのがメダリオンと考えて良いでしょうか？この質問に対して久保先生は回答、そうですということでした。続いてこちら質問、イチゴの挽回がメダリオンで奪えなかったのは、イチゴの挽回にフォローの力が混ざっていたからですか？これに対しては回答、そうですと回答されています。いかがでしょうか？とりあえず一つずつ見ていきましょうか。一つ目の Q&A はメダリオンの仕組みに関してでした。回答としてはザンクトアルタールを応用したのがメダリオンということで、ザンクトアルタールとは何なのかと言いますと、原作67巻608話、オショー VS ユーハバッハの描写の中で、ユーハバッハが使用したクインシーの術となります。能力は対象の力を奪う術のようでした。作中ではこの術でオショーの力を奪うことには一応成功していたようですが、オショーの能力である黒の支配力はそれすら上回り、ザンクトアルタールで奪った力はユーハバッハのものにはならず、結果オショーの力となっており、実質不発に終わっていたというのがザンクトアルタールでした。これだけ見ればオショーやべえじゃんってなるんですが、実際対象の力を奪うという能力は能力バトルものにおいて最上級の強さを誇るのではないでしょうか。少し長くなりましたが、以上がザンクトアルタールの情報でありまして、これを応用したのがメダリオンとのことでした。メダリオンとは対象の挽回を奪う機能を有した手のひら台の金属板であり、挽回脱略をメダライズと呼んでいます。対象の挽回解放の瞬間に発動し、黒い十字のような影のような力や青白い光が対象に降り注ぎメダライズします。以上がざっくりメダリオンの概要でして、これらの情報と Q&A を踏まえて考えると、確かに対象の力を奪うザンクトアルタール、対象の挽回を奪うメダリオン、能力の性質は非常に近いような気がします。またザンクトアルタールの使用シーンを見てみると、ザンクトアルタール使用時に展開される五芒星のような紋章と、挽回脱略時に展開されるメダリオンの影や光は非常に似ていることがわかります。さらにこれは決定的なんですが、こちらのカット、ザンクトアルタール使用後嘆くユーハバッハの手元はメダリオンに酷似していることがわかります。以上のことから、ザンクトアルタールとメダリオンの関係性は作中で伏線として存在しており、気づいた人は気づけていた考察だったわけですが、当然僕は全く気づいていませんでした。しかし今回の Q&A で考察が公式設定に昇華したということになります。これは本当にありがたいですね。というわけで、ここまでは作中で判明している情報と今回判明した公式 Q&A をまとめて解説していきました。ここからは少し踏み込んだ話をしていこうと思います。まずザンクトアルタールの対象の力を奪う力、これはおそらくユーハバッハのシュリフト A ジ・オールマイティが関係しているのではないでしょうか。ジ・オールマイティの能力は未来史が最も印象的ですが、力を奪い与える能力も備わっています。実際これによってオショーの一文字と渡り合い、力の再分配であるアルスベーレンをしたり、あとはイチゴに力を与えて操作し霊王にとどめを刺させるなど、実は未来史以上に大きな影響を与えている能力の一つとなります。この力を奪い与える力を術としてより具体的に、より汎用性を高くしたものがザンクトアルタールという術になるのだと思われます。さらにこれを応用したのがメダリオンということでした。ザンクトアルタールとメダリオンの大きな違いは奪える力の種類になります。ザンクトアルタールは対象の力とやや抽象的ですが、メダリオンは挽回に限定されています。これはおそらくなのですが、奪う力を限定することによって代わりに誰でも使えるようにしたのではないでしょうか。誰でも使える脱略装置、そういった機能を盛り込んだ円盤に落とし込むためには何かを限定する必要があったのかなと思います。何でも奪えればそれに越したことはありませんから、インスタントザンクトアルタールになっていない以上、何か制約というか妥協があったのかなと感じる次第です。というわけで、以上がメダリオンの原理に関してとなります。少し長くなりましたが、続いては2つ目の Q&A である、イチゴの挽回が奪われなかった理由がフォローの力が混ざっていたからというところで、メダリオンのフォローに関する機能のところを考えていこうと思います。
というわけで、鮭の原理の部分が長くなったので、改めて二つ目の Q&A を表示しておりますが、まあ、この通りですね。イチゴは、鳳凰伝で力のルーツ、および朝打ちを手にするまでは、くしくも朝打ちと同じ成り立ちだった人造ホロ、ホワイトをベースに、残月のおっさんが抑え込みきれなかった、イチゴ自身の力のかけらを合わせた力で戦っていました。つまり、ホロをベースに、イチゴ自身のわずかな死神の力が混じり合った状態ということになります。そんな力からなる残月、そして挽回の天差残月は、当然、ホロの力がベースとしてあるため、メダリオンで奪うことができなかったという話でした。原作ではちゃんと説明されておらず、新英訳によるメダリオン攻略の描写から、ああ、じゃあ天差残月が奪われなかったのは、ホロの力が混ざっていたからなんだろうとなっていましたが、こちらも考察が公式設定へ昇華したということで、大変ありがたい話であります。メダリオンはホロの力がある挽回を奪えない。これについて少し考えてみましょう。まず、奪えない理由としては、マユリと浦原の会話から、クインシーにホロ耐性がないから、奪うこと自体がリスクになってしまうため奪わないということでした。また2人は研究の結果、挽回とほぼ同質の力であるレスレクションはメダリオンで奪えるはず、奪えない理由は思い当たらないというところまで分かっています。クインシーの力はホローに対して有効であり、干渉可能というのは作中を見れば明らかです。攻撃は通りますし、防御もできる。ギューハバッハの魔先に対するアウスベーレンや、ギューハバッハがイチゴからホローの力を奪ったシーンなど、様々なシーンがある以上、ザンクとアルタールなどそれに類するクインシーの術がホローに効かないという話は成り立ちません。つまりこれらのことから、メダリオンでホローの力が混じった挽回を奪えないのは技術的な理由や相性の問題で奪えないのではなく、それは奪わないよという仕様になっていることで実質奪えないということがわかります。これはユーファバッハがザンクとアルタールからメダリオンという円盤を開発する際に、ホローの力を知らずに奪ってしまった場合、それが致命的になるリスクを排除するため、ホローの力がある挽回は拒絶する仕様を盛り込んだのでしょう。この拒絶仕様によってイチゴの挽回は奪えず、新英訳によりホロー化した挽回を直ちに吐き出したということなんでしょう。またメダリオン自体にそういう機能が備わっているということなので、ホロー耐性があるというか、ホロー自体であるアランカルの E 版がイチゴの挽回を奪えなかったのは、 E 版がどうとかではなく、メダリオン自体に組み込まれた拒絶仕様によって奪えなかったということなんだと思います。さらにこの仕様というのは、おそらくあまり周知されていないのでしょう。それは E 版やツァントゥーなどの様子を見れば明らかですね。個人的にはこの機能は実質ホローの力検知器にもなり得ると思いますし、新英訳みたいなイレギュラーを例に挙げるのはどうか知るかもしれませんが、奪った挽回が急に手元から離れたら、何が起こっていると動揺して隙が生じる場合もありますから、もろもろ考慮するとやはり周知させた方がメリットになるのではと思います。しかし、そもそもシュルンリッターはユーハバッハの情報すらろくに読まないような連中なので、周知したけど誰も聞いてくれていないみたいな可能性もありますね。いずれにせよ、ホロー拒絶機能やそれを知らないリッターらがいたというところがわずかな隙となり、死神サイドの反撃が有効となりました。逆に言えば、こんなわずかな隙をつかなければバンデンライヒを崩すことができなかったと受け取ることもできるので、千年決戦という物語はうまくできているなぁと感じるとともに、ユーハバッハいろいろと惜しいなと改めて感じた次第です。以上、メダリオンの原理使用、そしてイチゴの挽回が奪われなかった理由についてでした。動画の内容だったでしょうか。今回の2件については理解が深まってよかった、考察が公式設定になってよかったというところでした。 G オールマイティの強力な能力、そしてそれを誰でも使えるように力を応用して作り上げたメダリオン、ここからもクインシーの執念が垣間見えるのではないでしょうか。またホローの力拒絶機能についてはメダリオンに盛り込むのはまあ当然といえば当然ですよね。挽回脱落したらうっかりホローの因子が流れ込んで弱体化、もしくは致命傷なんて間抜けですから、そういう意味でもこの機能はあって当然だと思います。皆様はどう思われるでしょうか。今回の Q&A を聞いた感想や考察でも構いませんので、思ったことコメントから教えていただけると幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。